今のうちの、まあ、ラグビーはなぜこうボールを動かしてハンドリングのラグビーをしようと思ってボールを動かしたいと思ってますから、そういう中では効率よく練習ができているかなと思うんですが、ただいつも一番最後に練習の終わりにですね、本当に地道なもう嫌な練習なんですが、サーキット練習を必ず、まあ、入れるようにしてましてね、これはもうどこでもやってることですが、ラグビーサーキットっていう、こう腕立て伏せ、腹筋、背筋を種目しておいてから5メートル、10メートル、15メートル走って下がってっていう、こう、サーキット練習があるんですが、約20分間になりますけども、その練習だけは未だに抜いてないですね、まあ、変わらずに、抜かずに、しんどいけれどもやると。その後、個人の練習、各ポジション別に分かれてですね、個人の練習、これも強制しませんが、3年生が中心となって、1年生、2年生に教えながら自分たちが教えてもらったことをそのままこう伝えていくっていう練習を僕は見たり見なかったりしますけど、わざと帰ったり、わざと残ったりしながら、どういうことをするかなということを見ながら、それが多分ずっと続いていることじゃないかなと思います。常に、まあ、大学へ行って帰ってくる子、それから、まあ、社会人でラグビーしてる子も今たくさんいますから、その子たちが帰ってきて、で、帰ってくると任せて練習見させる時があるんですね。そうすると、去年でも、まあ、梶井村とか庭井とか日和佐がたまにこう帰ってきて練習してくれるんですが、言うことは案外、先端のラグビーを持って帰ってきてくれてても、言うことはもう本当に基礎基本の徹底しかないように思うんですよ。その一番ベースのところの基礎基本の一番大事にしないといけないことっていうのは、誰が言っても同じなんですけど、言う人が違うと、やっぱ子供たち、目を輝かして聞くので、そこで言うと刺激をもらいながら、もう一回私たちも確認しながらです。一番気をつけないといけないと思っていることはですね、やっぱり大きな怪我をさせてはいけないと思ってるんです、いつも。このスポーツは。接触していて、必ずいろんな形で不慮の事故が起こってきますから、治る怪我ならいいんですが、治らないような怪我をさせてしまった時にはですね、僕はこれはやっぱり指導者としては、一番後悔するし、残ることだろうと思っています。どうしても接触をするときに逆ヘッドになったりですね、スクラムが急に落ちたり、いろんなこう不慮の事故が起こる場合があるんですが、そのことだけは起こってくると厳しく、そのときにもし自分がしんどくて、気を抜いてしまったりですね、ついついこう集中力が切れて、そういうことを起こしてしまうようなことが起こると厳しく叱ります、それは。結果を求めてやるんですが、結果が全てじゃないので、私たちは学校教育の現場なのでですね、プロのスポーツでもないし、そうすると、これはやってて楽しいと思って、自分が成長実感できれば、子どもたち勝手に遊び出しますし、勝手に上手になっていくんだろうと思うんですが、そこまでに導けたらいいかなと思います。実際にはね、すぐ僕らも怒ってしまうし、叱ってしまうこと多いんですけどね。うちの武勲は一発必殺の闘魂と一致団結、事故を殺し一致団結っていうのは、これずっと前の監督さんからなんですが、今、新しく、まあ何でもカタカナとか英語が多いのでね、うちの一つの最近が多いのはですね、タフチョイスって言って、同じ道があったらしんどい道選ぼうと。どっちか二つ選択肢があったら必ずしんどい方を選べよという話を今最近ずっとするようにしています。で、かつ今年のスローガンのようにして、しているのは、アップトゥアースって言って、君たち自身の行いが君たち自身を作るよというところをですね、今年のチームのスローガンにして、自分たちで目標を設定して、自分たちで乗り越えていかないと、大人がああせこうせって言うていう時代ではないですね。うちが言っていることは、ディフェンスできないと試合では使えませんよっていうんです。タックルっていう、これもラグビーにしかない一つの特性ですけど、ボール持って走るのよりはですね、自己犠牲の精神でもって、人よりもやっぱりまさに、まあ、率先して身を挺して味方のために、仲間のために、そしてチームのために、それはひいては自分のためにだと思うんですけど、そういうのがその僕の中に全部詰まっててですね、自己を殺し一致団結っていうのは、まさにワンチームのことですよね。で、一発必殺の闘魂っていうのはですね、これはその時の勇気があなたにありますか？僕の理解ですよ。私の理解は、あなたはその勇気を持ってますかと。その勇気っていうのは弱気を助ける勇気ですよと。
強くなったからといってボール、なんですかね、人を偉そうにするのでもなければですね、その謙虚さというか、そういうものを持ちなさいということだろうと教わったように思います。子供を青年に変えるかということだと思うんですね。いかにして大人にするか。その大人にしていくときに、やっぱり自分を律する、自分を自分としてちゃんと律しれて、許せるところと許せないところを持ってですね。で、かつそれが自分にとって正義か正義でないか、公平か公正でないか、で、それは許せるのか許せないのかっていうところが僕はラグビーの素晴らしさだと思うんですよね。反則ギリギリで、反則見え、レフリーが見えなかったら、まあ、いわば反則してもいいのがラグビーだと思うんですけど、勝つために手段を選ばないのか、手段を選んで勝つのか、そのことが常に求められているスポーツをしていて、何をしてもいいんではなくて、やっぱりその勝ち方が、ラグビーが世界で、愛されて、評価されているところがあるんだったら、私たち指導者はやっぱり、何も、そういうことがわからない子供たちにいかに噛み砕いて、いつか気がついてくれることを散りばめていくかというのが仕事だと思っています。最高の瞬間はいつも毎年最高の瞬間だと思ってます。勝とうが負けようが。一生懸命努力してきたことの結果なので、それはもうそう思わないといけないと思ってます。で、やってしまったって思うことをやっぱり大きな怪我をさしてしまった時ですね。不慮の事故でタックルされて、骨の骨折とか足首とかってことあるんですけど、熱中症で、私が持ってる間で重症なことになったことも経験もありますし、ある子供は硬膜下血腫で入院をした子もいます。ただその子は最後までラグビーやめずにしてくれたんですけど、そんなやっぱりどうしても怪我がつきもののスポーツなのでですね、指導者としてはですね、そういうことが起こると常にやっぱり何とかして防げるもんだったら防がないといけないなっていうのは、これはもう常に心してご覧になってないといけないんだろうと思っています。山田響って今報徳から野球部の子なんかは教育を得るんですけど、ラグビー部で初めてなんです。ただじゃあ山田が僕にとってすごく印象に残ってるかっていうと、確かに運動能力はずば抜けて素晴らしいんですけど、響きはどっちかっていうとですね、自分のことで精一杯になると周りが見えないところがあるので、それはやっぱりこう大人になっていって精神的にこういろいろ揉まれてですね、でそういう、日本の私学の最高学府でいろんな仲間と出会って、また彼が揉まれて大人として成長して立派な大人になってほしいなと思うんですね。24年間教えた中で印象に残っているのは、実は生きてから2年目の子なんですけどね。で、今実は大阪府警のお巡りさんしてる子がいるんです。坂上義和って子がいるんですが、この子は僕は非常に印象深くてですね、体ちっちゃいんですが、うちでキャプテンをして、日本大学へ行ってキャプテンをします。で、日本大学へ持ってった時に監督さんにこんな小さいのいらんって言われるんですけど、そう言わずに取ってくださいってお願いして、取っていただいて、実はキャプテンしますが、その子は、僕、うちの学校はラグビーノートって言って、毎日一応日記書かしてるんです。僕見たり見なかったりするんですけど、その子は高校3年間で約9冊ぐらい全部ガムテープで留めてですね、すごいラグビーノートをつけた子がいます。後にも先にも、その坂上だけですね、それだけのラグビーノートをコツコツとつけた子っていうのは、そういう意味でも印象に残ってるんですけど、本当にそういう意味では高校生の時にそういうことをつなげてきたらですね、どんな人生でどんな立派な人になるんだろうなと思って楽しみにして、僕らの楽しみはそういうことなんでね。やっぱり社会からの大きな影響を受けますよね。あれだけ外国人の人がたくさん日本にやってきて、素晴らしいことが起こったと思っています。実は本校3年に1回海外遠征、ニュージーランドへこう遠征に行ってですね、在校中に一度外国の生活をなじませて、でその時にうちはホームステイもさせて、実は不自由な生活の中で、全く言葉を通じない環境の中に放り込んで、でかつ、練習はもうラグビー朝から昼から練習させてもらって、向こうの教官にお願いしてプロコーチについてやるんですけど、帰りのバスの運転手さんが、来年日本でニュージーランド、あ、に、に、日本でワールドカップあるけど、みんな見に行くのって言うから、いやいや、チケット手に入りませんやんかって話したら、僕はもう
バスの運転手さんでしたけど、もう仕事2ヶ月休んで、日本にラグビー見に行くよってみたいな話をバスの運転手さんがされて、そんな話を聞いて、あ、ニュージーランドの人にとっては、もうラグビーを見るために、もう仕事をそっちのけで働くという文化的な背景も知った次第でした。行ってホームステイすると、実はまあ、一般の家庭に入れるので、お年寄りの家庭もあれば、インド人の家庭もあれば、日本人の奥さんの家の家庭の子もいれば、当たったホームステイ先で当たり外れがはっきり出るんですね。そうすると、翌日練習に集まってこいよと言うと、選択してもらえませんから始まって、ご飯が出ませんとかね、日本食で美味しかったですとか、インド系の家族にホームステイしたやつは、先生、毎日カレーで、そのカレーが辛くて食べれませんとか、実は本当に、日本にいると当たり前に親が出してくれる食事、そして、まあ、学校行く、ラグビーできてるのが当たり前が、実は当たり前でなくなることで、言葉が通じなければ何も始まらないことをもう強制的にたった2週間だけですけど、経験さしに来ます。ラグビーの練習に来ると、まあ、日本語喋れるもんやから、もう今まで喋らへんかっていうの子がですね、友達の顔を見たら、昨日こんな食事でどうやった、こうやったって喋り出すんです。で、向こうのコーチ、プロのコーチに使わせたら全部英語で説明されるので、まあ、通訳もつけますし、しますが、実はもうみんなもう必死になって聞こうとするんですよね。で、わからない英語を、まあ、わからなくても、もうまさにこう、体でこう聞こうとするという姿勢に僕は、あ、これ、続けるべきやなと思って、実は今ずっと続けさせてもらってるんですけどね。はい。その上、まあ、今回、去年のワールドカップがあって、もう一度卒業生も残念ながら、まあ、出れなかったんですけど、庭井とかですね、それから梶村とか、木和田とか、まあ、近いところにうちの卒業生がいたことが、やっぱりその、代表選手を送り出したチームにとっては、もう間違いなくそれは、そのチームにとっての大事な財産だし、そのことで、よし、僕もと思う生徒が出てくるようにですね、うちの生徒の中にもやっぱりそういう意味では、自分もそういうところにチャレンジしようって思ってラグビーをしたり続けてくれる子がたくさん増えていることは、本当にそれは間違いのない限らないことだと思いますね。最近までだったら、公園で昔はサッカーボールか野球しかしてなかったのに、最近はこう、ラグビーボール持っている子供を、見かけることがあるのでですね、これだけラグビーが世の中に広がってくれてすごく嬉しいなとは思っています。ちょっと前まで実はラグビーしてる人はエリート意識じゃないんだけど、ラグビーっていうのは歴史的なところもあって、少しやったもんしか分からへんやろみたいな、ちょっとそういうところがあったんだと思うんですよね。それがそのファンの人たちと経験のない人たちとその少し違いがあったのかも分かりませんが、そんな壁も全部すっ飛んだような気がしますね。若かった頃は何とかしてこうしてやろう、こうしてやろうってやっぱり思ってました。まあ、打って叩いて、伸ばして、で、鉄みたいに鍛錬したらもっと良くなるに違うかと思ってましたけど、今はやっぱり年を取ってくると叱るってすごいエネルギーがいるんですよ。ただ、ラグビーしてると、やっぱりグラウンドへ出ると、緊張感持ってないと先の話です。怪我がつきものなので、そこのところは変わりませんけど、少しこう、自分に年のせいか余裕が出てきて、見守ってやりたいなっていう、どうなるんやろう、もう少し、ちょっと待ってみようかなっていうふうになったような気がします。それでもまあ、コーチしてくれてる泉とか、それから選手にしたら、うるさいおっさんやなと思われてるかもわかりませんけどね。すぐ起こるようなと思ってるかもわかりませんけど、僕の中ではできるだけもう少し見守って、で、自分でやっぱり考えて答えを出せるようになってほしいなと、常にこう自分で考えて行動できる人になってほしいなと思っています。それが僕の理想ですけどね。一つの大きな目標はね、まだ果たせてない全国制覇したい。で、全国制覇をしてみて一番高いところに登れてる人って実は毎年一人しかいません。何年も何回も登ってる人もいれば、やっぱり登れてない人がいるんだったら、その高みまで登ってみて、高いところからどういう景色が見えるのか一遍見てみたいっていうのは思ってます。ただ、じゃあ登り方はやっぱりそれは自分たちに与えられた環境の中で自分たちができることで精一杯登ってみたいというふうに思っていますね。で、もう一つはやっぱり僕はあともう
いい年になってきたので、実際にはもうあと7年、まあ、うち65定年なので、7年ぐらい、まあ、昔に比べると随分若いのでですね、先ほど言いました僕の恩師の前田先生は53で亡くなってますから、もう恩師の年齢を超えてるんですけど、本当にそういう意味では僕が見ている限り、大きな重傷事故のない状態の中で、次の人に、バトンをつないでいって、少しでもいい環境で、子供たちがラグビーを続けてできる環境を大人の仕事として残していかないといけないなと思っています。